久々にレッツノートを買ってみたのだ。2万円台の B ランク品だけど、果たして状態や挙動は？電子レンジマンの動画。大学時代は関東に住んでいたけど、今は東北住まいのずんだもんなのだ。所沢と練馬に住んでたわね。四国ベタンでさ。いきなりですが、パソコンを買いました。中古で。なんで？年末年始、この YouTube にはたくさんの福袋開封動画が投稿されていたよね。秋葉のパソコンショップ系の福袋もよく見受けられたのだ。でも僕は仙台市民ということで、そんなものを買うことはできなかったのだ。いや、買いたきゃ新幹線で行けば買えただろうけども。そして関東在住時代を思い返すと、中野とか秋葉でよくパソコン関連眺めてたなと。いや、この写真は練馬の小島じゃない。2015年頃撮影だけども。じゃあ去年撮ったやつ。結局住んでる時期は普通の光景だから、あんまり写真撮らないよね。いや、奈良なんで近所の小島は撮ってたのよ。とにかく僕も世間の福袋動画に便乗して中古パソコンを買いたくなったのだ。そんなわけで買った機種を紹介しつつ、ちょっと触ってみるよ。ではそろそろ開始するから、チャンネル登録よろしくな。電子レンジマンの動画。今回はレッツノートの CFSV8 というのを買ったのだ。こいつはコア i5 の第8世代搭載で、2019年発売の軽量なモデルだね。発売から4年くらい経過して、企業のリース措置的なやつが出回るようになってる感じかしらね。多分そうだと思うのだ。値段が 27,555円で、買った時点だとここが最安クラスだったよ。これはどこで買ったの？パソコンって変なところで買うと状態がひどかったりヤバい時があるわよ。今回はショップインバースの楽天市場ショップで買ったのだ。お、無難な選択肢に思えるわ。秋葉原とかにショップがあるお店よね。僕は大学卒業後のフラフラしてた岐阜在住時代に名古屋の店舗によく行ってたね。何でも山田ホールディングスグループ系のお店で、クリーニングとかがしっかり行われつつ、保証も1年あるとのこと。かなり安心して買える中古 PC だね。楽天市場でも有料店舗として表彰されてるみたいだよ。パソコンは好きだけど技能的には素人な僕は、とりあえずこういうところからパソコンレビューを始めていくのだ。あんたのパソコン技能って、メモリ交換や SSD 増設と自作パソコン1台組み立てたことがある程度だからね。このお店でパソコンを買う予定の方にも参考にしていただければ。ちなみに 10% 引きのクーポンがあったのと、2277ポイントほど付与されたので、実質 22,523円という破格になったのだ。かなり安いけど、性能的にはどうなの？これ DVD ドライブありで、メモリ8ギガ、 SSD 256ギガだね。 CPU はコア i5 第8世代の低消費電力のやつ。メモリが8ギガなのと DVD ドライブ付きなのはなかなか良さそうではある。 B ランク品は傷、液晶ムラなどの使用感がある製品とのことなのだ。まあそこそこって感じかしらね。超綺麗じゃない分、適当に使いやすそうではある。とりあえずブログ投稿とかネットサーフィンとかライトな用途なら使えるんじゃないかな。午前中に注文したら即日で発送されたということで、早速状態見てみましょうか。でかい段ボールが届いたのだ。開封して本体を取り出すの巻。いきなり出た。付属品は AC アダプターのみだね。そこそこコンパクト、そこそこ厳重に梱包されてるわね。中で固定されてるわ。さすが大手サイトの中古品といったところ。取り外すのだ。これで B ランク品。ほとんど汚れも傷も見当たらないわね。一応天板にちょっとだけ黒ずみとかはあるけど、想定よりめっちゃ綺麗なのだ。側面の端周囲とかもかなり綺麗な状態よね。昔レッツノートの中古買った時はもっとボロクソだったから、これはありがたいのだ。スタバで出して使ってても全く違和感なさそう。そもそもスタバでレッツノートは雰囲気合うのか謎だけども、実際今後事業の文書作成とかブログ更新のためにスタバで使うことはありそうなのだ。はい、SV8 なのだ。天板は若干の使用感がある程度で、極端な傷や汚れはなし。 B ランクでこれなら全然 B でいいわって感じだね。 Mac じゃないし、そもそも中古の安物だから使えればいい前提で、この綺麗さなら文句なしだわ。そんなわけで外観を改めて確認しつつ、端子類も見ていくのだ。手前側にあるのは電源スイッチと SD カードスロット、イヤホンジャック、 DVD ドライブだね。 DVD ドライブ搭載なのがマジでありがたいわね。外出先で DVD 借りてみるとか、使いたいタイミングが発生しても安心。 SD カードを標準で入れられるのも良いね。そしてイヤホンジャックだけど、机の上に置いて使う感じなら良いけど、雑に布団の上で壁に寄りかかって使う時とかはちょっと位置が悪いかね。おそらく仕事先や移動中の作業用としてはこの配置がベストなんだと思われる。右の側面に
には USB3.0 ポートにことアナログ R ギガ端子と LAN ポートがあるよ。高速な USB ポートが2つありつつ、有線での映像出力や LAN 接続もできるのね。まさにビジネスマン向けだね。僕はビジネスマンじゃないけども。左の側面は AC アダプター用の端子と排気口、 HDMI 端子、 USB3.0 端子、 USB-C 端子だね。 C 端子は USB3.1Gen2 みたいね。最大 10Gbps の転送速度とのこと。画面はそこそこ縦にも広い感じだね。もちろん非光沢液晶なのだ。いかにもレッツノートといった形状、キーボードとかタッチパッドもいつものやつね。キーはリーフ型みたいなやつで、タッチパッドは周りをなぞると画面が上下するやつだね。最近のレッツノートは普通の形状のトラックパッドの機種もあるけど、 SV8 は従来のやつなのね。使ってて思ったんだけど、半角全角キーがエスケープの右にあるのが使いづらいのだ。他のパソコンも使ってると押し間違いやすいわね。同様にファンクションキーも普通のパソコンのコントロールの位置で間違いやすいわ。この辺はレッツノートのあるあるだったよね。確かまあキーをソフトとかで入れ替えるか慣れるかだね。というわけで本体の状態はかなり良くて、新品を買ったレベルの感覚なのだ。端子類が豊富だからあらゆる場面で使いやすそうだわ。じゃあ早速起動してベンチマークテストでもしてみるかね。ここは i5-8365U 1.6GHz の CPU でメモリは 8GB の SV8。 まずドラクエベンチの結果は普通でした。スコア3758。標準品質のフル HD 解像度で普通という結果ね。まあゲーム用の PC ではないのでこんなもんかね。シネベンチとカイワレもやってみたのだ。シングルコア1038ポイント、マルチコアで3147ポイントか。正直パソコンってそんなに買わないからどう評価していいのかわからないのだ。それこそ別の手持ちのパソコンでもベンチマークテストしてみればいいんじゃない。じゃあこの動画を編集している ASUS の ZenBook13OLED2022 年モデルを使ってみるかね。はい、シングルコア1354点、マルチコア3803点だね。なんか数値的には思ったより差がないわね。こいつはこの辺の判断をするにはもっといろいろな機器を試して力をつけていく必要があるかな。そしてクリスタルディスクインフォやってみたんだけど、見てよこれ、電源投入回数たったの122回、使用時間は466時間しかなかったのだ。もはや新品みたいなもんでは。全然使われてないってことよね。そりゃ状態も良いよね。そもそもほとんど使われてない個体を運よく入手できたっぽいのだ。バッテリーもあまり劣化してる感じはなくて、普通に今使ってる ZenBook と同じくらいには持つのだ。まあノートパソコンって使ってればどんどんバッテリー減るので、スマホと型タブレットと比べるとどうしても持ちは悪いけどね。レッツノートの場合バッテリーは取り外せるから、どうしても外で長時間使いたいなら予備を買うのも良いかも。ビッグカメラの通販で調べてみたら、大容量は 17,770 円、普通サイズは 12,380 円ってところか。もはや本体買うのと大差ない値段だね。電子レンジマンの動画。そんなわけで入手したレッツノートの SV8、 4日くらい使ってみたので初回の使用感をまとめるのだ。実際どうなのこれ、快適に使えた？結論から言うと非常に良いねこれ。それならよかった。どういう用途でこいつを使ってる感じかしら。主に YouTube 視聴とブラウザの閲覧、たまにブログ作成にも使ってみてるよ。こういったライトな用途であれば特に動作における問題はない感じだね。高校時代に使ってたアイデアパッドのネットブックとかと比べると圧倒的に快適。あれもまあブラウザ利用くらいならそこまで悪くなかったけどね。というか往年のネットブック買ってレビューする企画もやりたいね。そのうち。使用における難点としてはやっぱりさっきも言ったけど、キーボードの配列、キーのサイズとかは押しやすくていいんだけど、半角全角キーとコントロールキーの位置が慣れづらいね。そしてスピーカーが見ての通りステレオなんだけど音が悪いのだ。これ本当に悪いのだ。ゆっくりボイスとかがギリギリ聞ける程度だね。映画やアニメなどを見たい人はイヤホンなどを使った方が良さそうね。ノートパソコンで音を楽しむならやっぱり MacBook とかの方が良いのだ。タッチパッドは慣れが必要かね。指をなぞって回してスクロールできるんだけど微妙に調整しづらい印象。ブラウザとかをちょっと操作しづらいわね。マウス使った方が快適な気はする。画面は非光沢で反射が少ない上で発色が良いのだ。光沢画面のパソコンやモニターってたまに色がおかしかったり表示が見づらかったりするのもあるけど、この SV8 の画面は非常に綺麗で良い感じだわ。画像編集とかでも使えそうかね。動画視聴も目が疲れにくい感じで良いんだけど、マウスピーカーの音は悪いのでイヤホンは用意しましょうなのだ。あとね、本体のサイズ感や重さも気に入ったのだ。
12.1 型画面で重量が 0.999kg とのことで、厚みはあるけどかなり軽くて持ちやすいよ。 DVD ドライブ付きとは思えない軽さだわ。レッツノートは頑丈らしいので、カバンに雑に入れておいても問題なさそうなのもありがたいのだ。 MacBook とかは結構気を使うからね。そんなわけでなかなか良い感じのレッツノート SV8、 しばらく使ってまたレビューの続きなど作っていこうと思うのだ。購入を考えている人は気になる点とかあればコメントで気軽に質問してみてね。このチャンネルはパソコンのレビューとかもどんどんやる予定なので、中古で良さげな PC 情報とかあったら教えてくれると嬉しいです。それではまた見てくれよな。